できなかったらごめんなさい。できたら夜もします。いよいよ初日なので行ってきます。初日です。ついにね、天気いいですね福岡も、うん、あ、ありがとうタータさん、アイディギフトありがとうございます勝手に勝手にね、このルームで。あ、福部さんもアイディギフトありがとうございます。朝強い方かもしれない。なんか意外と起きる、まあなんか起きたくないけど起きて頑張って、そう、なんかもうすぐテキパキ行動はできてるかな。ありがとうございます、イエーイお腹空いちゃった、今日なんかお腹空いた。あ、ゆずまさん、ありがとう、ありがとう。10個いただきました、10個いただきました、ありがとうございます。みんな投げてくれて、そうそう、冷房がねちょっと寒いから、あの皆さんちょっと気をつけて、来てくれる方はあのすごいさ、何、あのちょっと外はねあったかいかもしれないんですけど、中の方は結構空調が効いちゃってるので、なんか若干そんなに寒い格好をしてない方がいいのかなって思います。ちょっと会場の中はちょっと寒いかもしれません。それだけお伝えしておきます。あ、大ちゃんありがとう、くまくまありがとうございます。喉に何々買ってた、なんだ、何買ってた。そう、日中はちょっとあったかいので、なんか一応ね中は少しだけ寒いかもしれませんと、うん、若干、うん、暇だから愛知のすごいバレてないのかな、素晴らしいです、バレずに見てる、まあ汗はかかないかもね。あまりこの配信はちょっと見られたくないです。なぜならすっぴんです、しっかりスキンケアしたのでちょっとツルツルって感じですね。あ、イヤホンバレてない、あ、最強のやつね、最強のやつだね。ブランドのビル、ルイ・ヴィトンが隣にあるよね確か。T シャツで行こうとしてるのありがとうね。ちょっとそう、寒がりだよっていう方からしたらちょっと、うん、長袖の方がいいんじゃないかなという気持ちでございます。うん、お仕事みんな頑張って。あ、20回するのが仕事、うん、舞台見に行くね、ありがとう。そう、自分でメイクします。うん、あ、そう、グッズ売り場もちょっとね混み合ってる可能性あります。ちょっと早めに来れたらグーです。ありがとうございます、皆さん頑張る、初日、今日から千秋楽に、千秋楽に向けて走り抜けます。今日は目撃者に行ってきます。え、そうなの、来ると思っておりました展示のど真ん中、そうそう、めっちゃアクセス良好って感じですね。普通に着れますね、体操着、白体操着でも全然、うーん、着れると思うけどね、可愛いし。おはよう、おはようございます。先週お腹すいた、みんな朝ごはんって食べましたか。うん、それじゃあまたね、見に行けなくてごめんな、ね、いいえ、まあちょっとね、まあ愛理の、活動をチェックして公式 X を見ていてください。アフタートークまで入れて、何時だっけな、まあ、昨日19時からスタートで、あ、9時までやって、9時10分とかまでなってたね、9時15分くらいまでなってたから、
2時間15分ぐらいは多分かかる。アフタートークも30分くらいあるから、そうね、うん、2時間半まではどうだ2時間半まではいかないけども、うん、1時間半弱かな。1時間半まではいかんと思う。うん、そうですね中学生2人がやってる役が私とリナになるのでちょっとねどうなるかっていう感じでございますが、そう、ちょっとね頑張ります。楽しみ、割と楽しみです。うん、メガネ舞台ないメガネ休憩がよ、公演1回分くらい、そうですね、まあ確かになんかどうでしょう、まあまあ、あーうまさ、あなるほどね、ね、アニサキスってあれになったことありますか？アニサキスでなんか体調崩したことある方いますか？今テレビでやってて怖いよね。早朝とは思えないビジュアル。やめて、見ないで、見ないで、見ないでください。もうスキンケアバッチリ、スキンケアだけバッチリ朝の。アニサキスはめっちゃ怖い。怖いよね。アニサキスってなんかあれですか、お腹のさ、あのお魚にあの入ってるなんか微生物的な感じですかね。なんかあの寄生虫的な、なんかそういう。お迎えしたティーカッププードルが可愛すぎて家から出れない。そうなの、やばい、本当だ。なんかトップガニワンちゃんいますね。この子かな、可愛いんだけど、めちゃめちゃ可愛い。ティーカッププールがいいです。私も買うの。美女容器、容器大きくないけどありがとう。そう、壁をぶち破るっていうんです。怖いよね。なんか胃をさ、すごいあの突き破ってくるんだっけ。なんかやばくない？やばいよね、絶対やだ。え、なんか、あ、今かえどう防ぐって書いてあって、冷凍でマイナス20度で24時間以上冷凍したら大丈夫ですって書いてある。家庭用はマイナス18度、家庭用のマイナス18度以下はもう少し長く冷凍してください。え、刺身苦手だから大丈夫か。ああ、じゃあ食べることないか。で、アニサキスの長さに、すごい長いんじゃないの？ブラックライト持ってたらいるかいらないか。あ、そうなの？ミルキーさんも同じ、反応してました。いいなー、ティーカップードル可愛いよね。軍艦とかイクラの煮とかにみたいのにも隠れてるから、隠れてるの見たことあるかも。本当に？それやばいでしょ。そんなお寿司とかに入ってたら最悪ですよね。漁港では通電するし、あ、そうなの？やばいよね。なんかちょっと生魚系は怖いね。でもあの生魚っていうか、あの夏は食中毒が怖いです。あの食中毒で なんかやられてる人何人か私見たことがあるんですけど、あの友達とか。そう、食中毒が結構やばいかもしれない。夏のお弁当とか皆さん気をつけてください。お弁当っていうか、なんかなるべくね、本当にちょっと危ないよね。怖いよ、愛知なる免疫力で。なんか食中毒とかになったことはあんまりないけど、
当たったりすると、牡蠣が当たったとかあんまないけど、牡蠣好きだけどね。でもあんまりなんか食べないようにしてます、怖いからね。そうそう、食中毒マジで怖いよね。食中毒一応去年やりました。いや大変、夏はちょっとやだね特に。ティーカップードルは女子受けは結構いいですね、割といいと思われます。胃が現状だと家系溶ける、あそうなの、溶かしてくれるのかな。なるほどね。なんかさ舞台期間はちょっと割と早い時間だからさ、起きたりするの、ニュース見れるといいですね。朝の情報番組見れるとあのちょっといいですね。朝の番組見れるのが嬉しい夏は食べ物を部屋に一日置いとくと危ないよね。危ないよ、なんかお水とかもちょっと危ないらしい、なんか飲み物とかもちょっと危ないので結構気をつけた方が良さそうだよね。おはよう、みんなちょっと気をつけてくださいね。そう、風っぽいの、あそうなの、コペはちょい風っぽいの、えな小屋に行くそうです。え保護者の方すごい情報、ショールームしてたのかな、配信してたの。でも今日はココッペ出ないから一旦ね、休めるから今日一日大丈夫だと信じて。あらそうなの、最近、さっき配信してた、あそうなんだ、マジで大丈夫かな、ちょっとどんな感じか。冷蔵庫で保存できるか不安だった、ちょっと怖いよね保存とか、ちょっと怖いよね、すぐ変な味する、ちょっと危ないよね。今日はクリヌと私が出ます。そう、年長組というか年少組が昨日出てたのでそう、ちょっと体調崩しやすいので気をつけて、皆さんもね、皆さんも気をつけてください。舞台ってオーディションありましたよ、舞台のオーディションあって、そう受けた、結構な人数受けた。うん、水一回飲んで放置して、ああ危ないね、ちょっとお水はね、ちょっと水っていうか飲み物とかも気をつけなきゃって感じだよね。おはよう、皆さんもお仕事頑張ってください、お仕事バイト。あでもちょっとお腹空いたからご飯食べたいなって感じですが、まだ小屋入ったら食べます。あそっか、早朝に配信します、なるほど私は中学生ではないけど、スタバも新作出るからさ、ちょっと飲んでほしいね、感想聞かせてほしい私がどうだか飲んだ方がいいのか、めっちゃおすすめだったら飲んでほしい、おすすめだったら教えてほしい。バナナブリュレでしょ、バナナブリュレ、あコバコバありがとう、アイリギフトですそれは、はい、あ5時半、それはちょっとダメ、お菓子の山、お菓子の山ってほどでもないけど、まあお菓子を持ち寄ってはいるね、あとで飲むねバナナブリュレね、ちょっとの飲める方、ちょっとなんかねすごい店員さんが過去一好きなフラペチーノですって言ってたらしいよ、いぶきが昨日なんかスタバ行った時に言われたらしい、だからちょっといぶき気になってるみたい。あありがとう、出ました13位から、ポップコーンさん、12位なおさん、11位ドームさん、10位のりさん、9位スミスさん、8位ペシさん、7位ヤクさん、6位ドマさん、5位 MJ さん、4位ターザンさん、3位バラさん、2位ホクピグさん、1位ダイちゃんです。1790ありがとう、
がとうございます。ありがとう皆さん、朝からありがとうございます。行ってきます。皆さん初日頑張ってきます。ではではでは、頑張ります。バイバイ、行ってきます。ありがとう、バイバイ、ファイティング。